ってあんなにあんなに面白いのに。母さんがおじいちゃんと離れているのに夢中でわめいて、その時僕は何をやってるかもう思い出せない。まさかお母さんの顔がずっと楽しそうだ。それだけでも知らない。僕はあることを決意した。虫を捕まえに行こう。夜の闇は絶対に近づくなんて。そんなことよりまだ誰も捕まえたことはないんでしょ。オオサムシを僕が捕まえてやるんだ。その気持ちで、その日の夜は何日か前に降った雨が土を流れ、空気が冷たくなっていた。